伝説の武具 4! イエーイ、ということでタイガー桜井です。そしてミホルです。これ 4ですか。これ4だと思うよ。4ですよね、うん、はい、よかったよかった。ローマ数字難しいからちょっとたまに分かんなかった。はい、さあということでですね、ちょっと遅れてしまったんですけれども、新イベント来まして、今回も中心加工で配信するということで、ちょっとね、グングニル、ヤラルホルム、そしてケラウノス、カオス、はいですね。はい、こちらの3体、出ておりますので、早速ガチャガチャしていきたいと思います。お願いします。今回はケラウノスとギャラルホルンが欲しいかな。狙い本的には、はい、まあ、でも一番欲しいのはケラウノス。ケラウノス、はい、なんじゃない、反射のあれですね。そうですね、キラー、はい、キラー。今回タダさん、マコトさんはおお、ギャラルホルン。マジか。え、マジで重心か。え、ちょろい、ちょろいぞ、ちょろい、今回ちょろいぞ。やば、馬場園さんは今回お休みです。もう一体ガリバー。おあ、まさか。うわー、終わったー。やばいね。あー、重心化していく。やっぱ今日俺あれかな、会心、会白会重心だっけ、破壊獣だっけ。あ、破壊獣じゃない、破壊層じゃない、解明獣。解明獣だから、ちょっと、頑張ってっていうやつかもしれない。応援なれ。応援かも。あれ、終わる？一応、あと、グングニル。そうっすね。ちょっと、さすがに、これ、出る流れだと思う。流れはめちゃくちゃいい。これ出る流れなんで出して終わります。これラストね。わぁ、はい、嘘。やばいね。やばい。この引きすると、ニアウォーが苦戦するんだよね、いつもね。そう、だから、うん、僕は無理しないですはい、そうだよ、これが普通、普通。はい、やめます。はい、はい、撤退ということで、まあ今回ね、今引いたガチャなんですけど、ちょっと3体、はい、ちょっと軽くしてみていきますか。はい、重力ダメを以上。はい、重力ダメを以上、他もあるはい、まあ反射ですね。で、これアイゼンミオウの SS だよね、これって。あれ全妙ですね、はい、そして、超絶ホーミングロックと気弾となランキ弾となっております。まあ、オーディンの槍ですよね。いやー、もうストライクドッキングでシューンってなんかしょうもないやつあれってことでしょ。あれです、この子って。そうだ、ストライクドッキングの中身あれが擬人化したのがこれでしょ。はい、まあ超絶ホーミングは強いんで、うん、ランキ弾強いね、超絶ホーミングですね。ちょっとやっぱ SS 次第って感じですね、もうちょっとね、うん、うん、まあでも重力ダメよっていうだけで出番はありそうですな。まあ友情が弱ってる敵だからね、いいよね。ギャラルホルン、ギャラルホルン、重力ワープ、はい、友情コンボ ×2 のダッシュ、来ましたよ、来ましたよ、来ましたよ、こいつは。そして、メテオ、長距離メテオと回復弾に、SS が五右衛門のやつ、はい、うん、触れると加速状態にすると。ね、ラウドラですね、これもう完全ラウドラ、はい、ついに来たかって。結構遅かったよね、もうちょい早く来ると思ったけど。ラウドラに使えるキャラなかなか増えなかったですね。なかなか増えなかったから、うん、まあ、ちょっとまだの実戦ではあれなんですけど、うん、まあジャンヌや弁財天を押しのけて入ってこれるのかというところ、非常に注目ですね。まあ自強化なので、うん、はい、いいんじゃないですか。まあ、ダッシュも持ってるし、うん、うん、なんかその火力ワークとか、もうラスゲがやっぱむずいじゃん、ラウドラって難しい、ね、ラスゲのこのサポートとしてこの SS かなり強いのかもしれない。なんかなんだろう、ジャンヌとか線形変化すんじゃん、線形、うんうん、歴史変化しちゃうからさ、活性化するね。そうそれちょっと嫌だったんだよ、ね、あ、もう普通にやっぱ自強化だもんね。そうそう、うん、でさらに加速状態にしちゃうんでしょ、登ってるやつ。それは強いよね、絶対。楽しみです。楽しみ。ケラウノス、ケラウノス、これ、かっこよすぎ、マジかっこいいですね、映画ね。超かっこいい。うん、はい、ダメオの属性キラー、はい、で、闇属性キラーがベースとで、レーザー反射クロスとスターレーザーなんで、まあ卑弥呼みたいな感じっすよ。うん、そう、卑弥呼ナイチンとかね、うん、そんな感じでね、友情乗るしキラー。うん、で、なんかスターレーザー L も別にその何、弱い弱すぎる友情ではないというか、これキラー乗ってたら普通に強いでしょ。うん、まあでも普通に生命でも強かったから、うん、これで全然だいぶやばそうだよね。ただこれが確かで貴族性だった気がするんだよね。あ、そっか、そう、うん、属性があれか。まあでも反射クロスは光なんで、非常に強力と。
いや、これも強いだろうな。まあ、全属性耐性もさりげなくついてる分にはめちゃくちゃ強い。全属性耐性とかも一番強いアビリティでしょ。ね、実質マイスHP マシマシになるでしょ、うん、はい、という感じで、まあ今回も3体ともかなり注目の高いキャラとなっております、はい、では宮坊さんも行きましょうか。はい、行きます。お願いします。はい、ということで宮坊さんですね、はい、まあ、前回の、まあ、ルイス・キャロル・グリム兄弟、そして、あの広い清少納言、はい、広い清少納言、はい、広いね、確かに、はい、うわ、結構苦労しましたよね。いや、苦労しましたね。なんならルイス出てない。ルイスは出たね。ルイス出たした。うん、グリム兄弟持ってないわ。あのね、動画外でコツ引きしました。はい、ありがとうございます。でも、まあ、でも苦戦したよね。苦戦した。うん、マジで苦戦した。今回はじゃあ一番いらないの言ってます。いや、もうね、そういうのね、つけたくないが、うん、多分それが出てしまう。いや、それなら言いたくないけど、まあ、あえて言うなら俺はやっぱグングニルは一番、うん、なんか使用頻度的には高くないかなと。ああ、まあ、なるほどですね。使用頻度的には一番欲しい。俺はギャラルホルン。おお、じゃあこれを見て誰が出るか。もう最悪だよ。フラグ立てまくりだからね。でもやっぱりこの今回は機嫌いいかもしれないから。確かに、まあ、欲しいのあげるよ。いや、それは祈ります。頼みます、本当に。いや、もう本当強いんだよな最近。うん、中心化、中心化してるから、うん、まあ、でもなんか結局そんなに変わんない感じしますね。いや、強いけど、いや、強いわ、普通強いわ。まあ、ありがとうございます。村久保ありがとうございます。中心化マッチ、中心化マッチ。村久保さ、割と使うよね。うん、うん、強いよね。強い、村久保強い。なんやかんや尖ってるキャラっていうのはやっぱね、偉、うん、いですね。うん、偉い。はい、もう時が胸胸、時が胸胸。どうなってしまうんだ。あー、もう確定エースみたいよ俺は。お願いだよ。やっぱ重心化強いわ、やっぱり。うん、ごめん、強い、重心化強いです、だいぶ強いです。あー、バックだ、重心化バックだ。ドーンってしてるやつ、ドーン、ドーン、ドーンしてるやつね、うん、そうですね、控えめに言ってね、控えめに言ってドーンしてる、控えめに言ってドーンしてるやつね。ほら、ドーン。真っ赤な。違うんすよ。違うと、パクじゃない。次、星玉も期待できます。で、これラストっすね。もうもうちょっと命的にオープが、コンビニまでちょっと出しすんのはちょっと。体力がもたん。お祈り頼む。モンストの神の加護を受ける俺は。モンストの神俺だよ。テレビでそれ。モンストの神俺だけど。お、俺タナトス。タナトス。まだまだある。欲しい玉ある、欲しい玉。ギャラル頼む。ギャラル、ギャラルホルン。その輝きで世界の敵を一掃せよ。はあ。はぁー。エパイア。ドキュン来ちゃった。神様、いや、もう弱っ。 DQN 来ちゃったよ。 DQN 引き弱くね。やべえ。でもでもでもとかじゃないけど、星56は出たね。4体2体、いや3体の4体。あ、4体も出たっけ。4体出てるんじゃないかな。だってエンパイアでしょ、パックでしょ、で村雲でしょ、で今なんか出たよね、タラトスか。いやー、マジウェイ系は違うんだよな今。夏に出ろ、夏に。夏に出とけよ、まだ早いって。まあ、でもやっぱ夏にちょっと情報修正期待できるエンパイア。ああ、でもしてほしい、うん、してほしい。いや、まあ強いけどねエンパイア、うん、まあ、まあまあ、うん、さらなる飛躍、さらなる飛躍。あー、くそー。いやー、じゃあいいっすか、単発いって。
気合の、うん、いいんすか、ギャル断髪いいすか、自分神よ。これ何パーだよ、また 1.4 パーかな。ね、手際悪い、手際悪い、 1.4 パー。いや、いける、単発もいける、頼む、単発もいける範囲、ギャラルホール、ギャラルホール、ギャラルホール、ビルロッテ、あー、ありがとう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 、かわいい、ペロペロ珍しい、珍しいですね。やっぱ中心的なのは、まあ、やっぱ友情が一回り強くなったっていうのはね、まあ、2個友情ついてくる、うん、でかいのと、あとやっぱなんだかんだで、ね、SS2 段階の、嬉しくない、あー、嬉しい、嬉しい、あれですね、なんか強いわ、あー、謙信への謙信だわ、金継、謙信への謙信、金継、直江兼継、あと5回、いやマジで欲しいよ、全部金、いやいやいや、何年前からや何年前からあ幸福やろう、幸福だ、黒いじゃねえよ、勝手に幸福やろう星4最近追加されないなぁ、山下のコラボでしか追加されないなぁ、いやお願いします、ビービス、やばいよ、あれギャラルホル持ってるやつなんだっけ、あいつヘイムダル、ヘイムダルくん、 俺ヘイムダルのフリするわヘイムダル、俺ヘイムダルのフリするわ、これ、オッケーオッケーオッケー、さすがに、うん、ヘイムダルバカにしすぎたな、お前マジかお前、よケンタウロスだって、ケンタウロスは違うな、間違えた、ケンタウロスだと思う、じゃあ分かった、じゃあ分かった、ゼウスのフリするわ、おお、ケラウノス、やっぱりゼウスだからな、ゼウスのフリしないと、ケラウノス、ケラウノス、おお、ケラウノス、きた、ゼウス引き、やばっ、え、やばくね、やばこれだこれだ、ヘイムダルは聞かなかったけどゼウス引き聞きましたね、お前バカだなおーざーす、ウルトはオーディン引きする、オーディン引きするわ、オーケー、オーディン引き、オーディンやっぱ最初馬乗ってたからな、確かに乗ってた方がいいかもな、馬乗るわ、まあ降りちゃったもんね、オーディン、オーディン自己紹介バリオーディンそれは鬼嫁オーブンマサタカだから、おい破壊神来ちゃったよ、破壊神芝はい、まあケラウノス、そうっすね、嬉しい、いや単発で攻めてよかったじゃん、よかったはい、ということでセーフ、なんとかはい、山さんも35年36年ぐらいかな、はいはい、そうですね、で、ケラウノスを言うと、ケラウノス、ありがとうございます、ありがとうございます、まあラズラじゃあもうほんとマルチでやりましょう、いや、ね、お願いします、はい、ほんとギャラルホルン使ってみたいです、ギャラルホルン使いましょう、ということで皆さんも興味がありましたら弾いてみてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、いろんなことI'm not afraid to die.